デュピュリド・ローム。デュピュイド・ロームは世界に先駆けて、フランスが発明、建造した、世界初の走行巡洋艦である。本艦の先には、甲板走行と原則走行を合わせ持ち、搬送に頼らず、蒸気機関だけで、行動可能な公用巡洋艦は存在せず、本艦の後より、近代巡洋艦の歴史が始まったのである。基本設計は、名設計士艦である。 造船提督のルイス・マリー・アンヌ・ド・ビュシーの手によりまとめられた。設計内容は同年代の全土急戦艦マッセナを小型化し装甲を減じ代わりに速力を増加したものである。この設計は当時のフランス海軍で支配的だったジューヌ・エコールという戦略思想に基づいている。艦名は世界初の蒸気推進装甲艦ラ・グロワールを 発明したアンディ・デュピード・ロームにちなむ。走行巡洋艦とは、湾曲した水戦下走行を持つだけであった、防護巡洋艦には、高性能作薬により、高初速化した弾丸、及び速射砲によって、手数が増え攻撃力の高くなった近代巡洋艦に講しきれない、フランス海軍が判断し、原則水戦部に垂直走行を追加した艦種である。 フランス海軍はこれにより、敵正海軍の戦団護衛艦との近接戦闘での戦闘能力を喪失しが耐震監艦種を生み出した。これが装甲巡洋艦である。戦隊形状は当時、フランス海軍が主力艦から警官艇に至るまで主に導入していたタンブルホーム型戦隊である。これは、水戦部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、 戦隊重量を軽減できる戦隊方式で他国では帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として推薦下部の艦首、艦尾は著しく突出し、かつ原則艦艦よりも推薦武装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、 水線下から甲板に登るに従って船体は引き絞られ、甲板面積は小さくなっている。これは、美方の社会を船体で狭められずに広い社会を得られることや、当時の走行配置方式では、船体の前後にまんべんなく、走行を張る、全体防御方式のために船体が短くなれば、その分だけ走行を張る面積が減り、 全体の軽量化ができるという目的で採用された手法である。艦首は、プラウバウ、豚バラ艦首と呼ばれ、これも、尖閣重量は増加させずに、水船長だけを延長する目的がある。突出した艦首から、艦首甲板29.4センチメートル、単素手法等が一気、司令塔を組み込んだ環境から、ミリタリーマストが立つ。ミリタリーマストとは、 マストの上部あるいは中段に、警防御の見張り台を配置し、そこに 37mm から 47mm クラスの機関砲を配置したものである。この配置は、当時は、水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するため、遠くまで見張れる高所に、大水雷撃隊用の速射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれどこの時代の列強各国の、 大型艦には必須の装備であった。本艦のミリタリーマストには、上部に2層式の見張り台があり、下段に 4.7cm 機関砲が前後左右に1機ずつ、計4機、上部には 3.7cm 回転式機関砲が前後左右に1機ずつ、計4機装備され、後部ミリタリーマストも同形式である。その背後に 19.4cm、 単装主砲塔が後ろ向きに一機配置された。また、甲板一段分下がった原則には、複砲デザイも、先進的な砲塔に収められ、16.3センチメートル、単装複砲塔を、環境の左右に一機ずつ、船体中央部左右に一機ずつ、水ん基部の左右に一機ずつの、計六機を配置した。本艦は19.7ノットという、当時の基準では、 大高速を発揮するため、大型軍艦として、世界初の三軸推進方式を採用したのが、特徴である。シュボイラー艦には堅実に円艦を採用した。主機艦は後術する湾曲した、防御艦板の形状上、背の高い縦置け、式三段膨張型三気筒レシプロ機関で、中央軸を推進し、背の低い横置き式三段膨張型三気筒レシプロ機関は、 外側の右辺、左辺軸を推進した。巡航時には中央一軸、または外側二軸だけで航行し、高速航行時は全種機関を使用した。本艦を走行巡洋艦たらしめている。原則走行には6千トン台の船体としては、破格の100ミリメートル圧の装甲が用いられた。その装甲範囲は、甲板から水線面まで4メートル多い、 さらに水線下1.1メートルを防御するという広範囲なものであった。湾曲した主幹板は主要防御区画のみ20ミリメートル走行で覆われた。その背後に断片防御幹板が配され、主幹板と断片防御幹板の間には石炭を充填した区画細分層があり、機関区を防御していた。水線下部には石炭庫が配置されて浸水と 断片から内部を守る構造であった。水戦下の原則には一層式の防水区画があり、それは艦底部まで達し二重艇と接続された。本艦は1888年に寄港1895年に巡航した。本艦の使用実績により、フランス海軍は装甲巡洋艦は、 過去の発達に対抗できる有効な艦種であると判断し、既存の防護巡洋艦を走行巡洋艦へと更新し始めた。1905年に、シュボイラーを、ノルマン式石炭戦勝艦に10機へと更新し、煙突は3本煙突となり、後部ミリタリーマストは簡素な短訪症となった。1912年に、ペルー海軍に売却されたが、引き渡されず1920年に、 ベルギーに売却され、高速貨物船に改造されて、ペルビア号となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。